日本製鉄、日本製鉄株式会社、日本製鉄、新時代、日本製鉄株式会社、英文社名、ジャパンアイアンスチール仕様、リミテッドは、かつて存在した、日本の鉄鋼メーカーである。官営や他製鉄所を中心とする官営、民営の製鉄事業者が合同し九百三十四年、昭和九年に設立。法律で規定された。 半官半民の国策会社であった。太平洋戦争後の1950年、昭和25年に、財閥解体の一環で解体され消滅した。日本製鉄、旧、新日鉄住金などの前身にあたる。略称は、日鉄、日鉄、日鉄。関営や渡製鉄所、福岡県を中心に、和西製鉄、北海道、釜石鉱山、岩手県。 三菱製鉄、朝鮮、九州製工、福岡県、富士製工、神奈川県の一所五社が1934年、昭和9年に合同で設立された鉄鋼メーカーである。後に、東洋製鉄と大阪製鉄の二社が加わり、一所七社の合同となった。会社設立の前年1933年、昭和8年に制定された法律、 日本製鉄株式会社法、日法で経営が規定され、大蔵省が株式の大半、設立時は82.2%、解散時は57.0%を保有していた。当時の日本国内では最大の鉄鋼メーカーであり、日本の鉄鋼業を代表する存在であった。経済的、軍事的な面から重要視された鉄鋼を低廉かつ豊富に供給し、 鉄鋼の輸入を防止するという使命のもとに設立され、日中戦争や太平洋戦争を背景として拡大を続けた。戦後は戦時中に荒廃した設備の復旧に当たったが、その途上の1950年、昭和25年4月、財閥の解体を目的とする過度経済力集中排除法の適用を受け、4社に分割されて日本製鉄は解散した。 後継の4社は、ヤワタ製鉄、富士製鉄、日鉄汽船、現、NS ユナイテッド海運、ハリマ大レンは、現、黒崎ハリマで、そのうち、鉄鋼メーカーのヤワタ製鉄、富士製鉄は1970年、昭和45年に合併し、新日本製鉄、新日鉄となった。そして2012年、平成24年10月1日に、 住友金属工業と合併し、新日鉄住金が発足した。事業は、中核の鉄工事業のほか、副産物を利用する、化学事業、自社の製品や原材料を輸送する、海運業、セメントや製鉄所で利用する、耐火電瓦を製造する用業、鉱山を開発する工業などを手掛けた。明治維新後の日本は、自国で鉄工業を持とうとした。 鉄鋼は、経済的、軍事的にも重要な物資であり、ある程度の自給が望ましいとされたためである。その一環として1880年、明治13年、近代製鉄業発祥の地、釜石に、官営製鉄所、釜石製鉄所を建設するが、この試みは失敗する。この失敗を踏まえ、日清戦争後の1901年、明治34年、やはり官営で、 ヤワタ製鉄所が建設される。ヤワタ製鉄所の創業は、釜石とは対照的に成功し、日露戦争やその後の経済成長、大正時代の第一次世界大戦を背景に拡張し続けていった。一方、民間の鉄工業も、大戦の影響による、鉱材輸入の減少で、大戦期に急速に発展した。官・民の製鉄業者を合同、イコール、 製鉄合同をすべきという議論は、大戦期から財界を中心に本格的になされるようになり、大戦終結後にはより進展した。大戦終結後、再び鉱材の輸入が増加し、大戦期に没効した基盤の弱い中、小民間業者の多くが加藤競争により没落したためである。比較的経営基盤が強固であった釜石鉱山で、さえも、 政府の補助金は利益を上回る状態であった。政界側にも製鉄合同に向けた動きがあり、1925年、大正14年には、高橋惚歴世の商務大臣、藤高明内閣が委員長を務めた製鉄工調査会から、八幡製鉄所を中心とする官民の合同会社を立ち上げ、統制と協調によって競争を排除し、 輸入鉱材については関税を課して規制し、日本の鉄工業の安定的な発展を図るべきとする答申が出された。昭和教皇を背景にした産業全体の不信を解決するために組織された臨時産業審議会の1930年、昭和5年の答申では製鉄合同の計画がより具体化し、1931年、昭和6年頃を目標とする合同会社の設立が、 計画された。しかし、浜口内閣の緊縮財政政策により、資金調達のめどがつかず、この計画は一旦立ち消えとなった。1932年、昭和7年に、斎藤内閣が発足し、高橋キ清が大倉大臣に留任、中島熊吉が商工大臣に就任すると、製鉄合同の計画はより具体化し、1933年、 昭和8年4月に製鉄合同の基礎取る日本製鉄株式会社法、日鉄法が施行されるに至った。日鉄法の成立に際して、商工省より製鉄合同の趣旨が発表されているが、それによれば製鉄合同の目的は民間の業者を統合し、制するだけではなく、官営ゆえに様々な規制を受け弾力的な運営ができないでいる官営製鉄所を民営化。 株式会社化するという側面も持っている。日鉄法制定以降、合同する事業者の資産の評価作業が進められた。当初の製鉄合同計画では、民間の主要製鉄、鉱材メーカーのすべてを統合する予定であった。政府が製鉄合同を打診したのは、製鉄メーカー、航路を保有する、鉄鋼業者のアニシ製鉄、釜石鉱山、東洋製鉄、三菱製鉄、 朝野造船所と、鋼材メーカーの九州成功、富士精工、大阪製鉄東海工業、日本鋼管、朝野小倉精工所の合計11社であったが、打診が行われる前にすでに、川崎造船所と神戸精工所は合同への不参加を表明していた。打診に対し、朝野財閥系の3社、日本鋼管、朝野造船所、朝野小倉精工所は、資産評価に不満があるとして、 参加は保留。東海工業は参加の意思があったが、株主の反対により参加せずに終わった。その結果、製鉄合同は11社から4社を除いた7社で実現することとなる。その後、1936年、昭和11年まで政府は朝の財閥に陽光炉の新設を許可しなかった。1934年、昭和9年1月29日。 会社の創立総会が開かれ、一所、ヤワタ製鉄所5社、ワニシ製鉄、釜石鉱山、三菱製鉄、九州製鋼、富士製鋼の統合により、日本製鉄株式会社、日鉄が発足し、会社の設立方式は、現物出資で、政府のヤワタ製鉄所と付属炭鉱、二世炭鉱及び5社の製鉄事業に関する資産が継承された。社長,会長には、 官僚出身の中井玲作が就任した。31日には設立登記が完了。2月1日より、八幡製鉄所、和西製鉄所、釜石製鉄所、県寺浦製鉄所、富士製工所、二瀬工業所の6作業所をもて、非鉄は営業を開始した。1934年3月31日、さらに東洋製鉄の資産の現物出資が加わり、 ヤワタ製鉄所と端作業所が非鉄の工場として発足した。2年後の1936年、昭和11年には非鉄は大阪製鉄より資産を買収し、大阪製鉄所を発足させ、一所7社の合同が完成した。東洋製鉄と大阪製鉄の参加が遅れたのは株式を上場していたため、大阪製鉄については株主の反対もあったためである。 会社設立前に起きた満州事変以降日本の景気は好転しており、産業資材や軍需資材となる鉄鋼の需要も増加傾向にあったため、非鉄は発足直後から生産規模の拡張を求められた。創業時代においては以下のような拡張計画が実行されている。日鉄発足の3年後の1937年、昭和12年、日中戦争が始まった。 戦争では多くの軍需物資が必要であったが、対外関係の悪化から輸入に頼らず、物資を国内で自給することを求められた。日鉄は鉄鋼の需要増に応じ、さらなる拡張計画を実施していった。生産の拡張と並行して鉄鉱石、石炭など原料の確保を狙った原料部門への投資も積極的に行われた。 その中で最も大きなものは、日鉄工業の設立である。製鉄合同により、日鉄に継承された二瀬炭鉱と、釜石鉱山などの旧会社に残った、鉄山、炭鉱を統合して1939年、昭和14年に設立され、日鉄が全額出資する子会社であった。日鉄の資源会社という位置づけであり、以降資源に関する施策は同社を中心として、 行われていくことになる。外地や占領地での資源確保も、この時期に盛んになっている。日中戦争の拡大により、日本軍が1938年、昭和13年にダイヤ鉄山を占領すると、同鉱山の経営を任されることになった。ダイヤ鉄山は非鉄との関係が深く、官営や渡製鉄所が、創業時代から鉄鉱石を輸入していた鉱山である。その他、 中国の占領地では、家中鉄鋼などの会社が設立され、鉱山の経営に当たっている。また、清津製鉄所への鉄鋼石、石炭供給を目的として、朝鮮に、茂山鉄鋼開発、茂山鉱山を経営、満州国に三山炭鉱、三山炭鉱を経営が設立された。経営者について見ると、1937年6月に、 平尾八三郎が二代目会長に就任。1939年6月には、初代社長、中井玲作が引退し、中松新慶が二代目社長に就任するが、1940年、昭和15年には、会長制を廃止して、会長、社長の二等経営を統一し、平尾八三郎が三代目社長に就任した。1940年、昭和15年10月、 アメリカ合衆国は鉄鉱石と並び重要な鉱材の原材料であるクズ鉄の対日金融措置を行った。アメリカ産クズ鉄は国内消費量の大部分を占めていただけに原材料の外国依存からの脱却が急務となった。1941年昭和16年12月に太平洋戦争が開戦するとその要請は一段と増すことになる。開戦と同じ月。 日鉄の四代目社長に海軍出身の豊田定次郎が就任以降1945年昭和20年5月に渡辺義介が社長に就任するまでの戦時中の期間は豊田が指揮を取った。海戦初期は鉄鉱石、屑鉄不足や資材不足などの悪条件下でありながらも増産への努力が続けられた。広畑製鉄所や製鉄所の新設が 軌道に乗り、気圧製鉄所の火入れが行われるなど、日中戦争期に着手された拡張計画が完成するのがこの時期になり、1943年、昭和18年まで生産量を伸ばすことができた。また、軍部の要請に応えて、弾丸庫や防弾庫、航空機用工材などの軍事向け特殊庫を増産した。1942年、 昭和17年以降、選挙区が交代すると、原材料の輸送難を解消するため原材料の所在地、中国の占領地で鉄鋼を増産する計画が立てられた。それに基づいて、北京市郊外の既存製鉄所をもとに1942年12月には、北品製鉄が設立され、国内の製鉄所から設備を移設して拡大させた。その後、選はのをたどり、 海外からの原材料輸送が困難となったために、質の悪い国内資源に頼らざるを得なくなり、1944年、昭和19年以降生産量は減少していく。同年6月には初めて工場に空襲があり、これも生産量減少の一因となった。空襲は徐々に激化し、翌1945年、昭和20年にかけて、やわた、 大阪製鉄所と富士製工所が被災した。1945年7月には和西釜石製鉄所を狙った艦砲射撃があり、特に釜石製鉄所は再起不能と言われるほどの被害を受けた。また中国の製鉄所を強化する方針が立てられ、設備移設のために大阪製鉄所は解体された。1945年7月に日本交換が 航路の火を落としてから、飛鉄が航路の創業を続ける唯一の企業であったが、生産活動は行き詰まっていた。そのような状況の中、終戦を迎えることになる。1945年8月、日本の降伏により太平洋戦争は終結した。その結果、日鉄は外地、占領地における事業を喪失し、 戦災や原材料不足により疲弊した内地事業のみが残った。終戦したものの、原料事情のさらなる悪化、原材料の輸入が禁止され、国内資源の供給もほぼ停止していたのために、航路の創業継続は困難で、終戦時発揮稼働していた航路は、翌1946年、昭和21年には、8万、和西製鉄所の警護機が、 過労死じて創業を継続するまでに落ち込んだ。1946年度の生産量は日鉄発足時の1割に満たない。日鉄の戦後の課題は、凋落した生産の復興と GHQ の占領政策への対応であった。1946年5月に、釜石鉱山出身の三木隆が社長に就任。戦後の復興は三木によって進められることになる。 戦後の原材料不足は深刻であった。鉄源不足は、鉄鉱石のストックとくず鉄、繊細くずや、兵器くずによりある程度まかないたが、石炭は、炭鉱の操業状態の悪化で欠乏していた。少ない石炭を効率よく運用するため、1946年9月より、和ニシ製鉄所の航路が停止され、ヤワタ製鉄所での集中生産が実施された。政府の政策、 傾斜生産方式も石炭の割り当て増加によって鉄鋼の増産につながった。しかしこれらの対策よりも効果があったのが1947年、昭和22年後半以降の石炭、鉄鉱石の輸入再開、原材料難が解決したため航路が相次いで復活し、生産量は1948年度49年度、共に前年度よりも倍増した。1950年、 昭和25年3月には、広畑製鉄所の航路も再稼働し、八幡、和ワニ釜石、広畑の全製鉄所で航路の稼働が実現した。復興の障壁となったのが、戦争賠償問題と日鉄の解体問題である。終戦直後、戦災で壊滅した釜石製鉄所を除く4、工場が、 賠償工場に指定されており、設備の過半が賠償に当てられて撤去される可能性があった。しかし、GHQ の賠償の方針は徐々に好転し主力の工場や設備が撤去される可能性は低くなり、最終的に設備が撤去されることはなかった。だが、もう一方の日鉄解体問題は、日鉄を解体に導くことになる。GHQ の占領開始当初からの方針である。 財閥解体は、三菱などの四大財閥だけでなく大企業にも対象が及んだ。日鉄はその規模ゆえに、早くから解体の対象とされた。まず1946年3月、日鉄は制限会社に指定された。これは、財閥解体の方針に沿って、営業上と解散、財産処分などを制限し、金融、株式関連の事項を、 大倉大臣の許認化制として、終戦当時の状態を維持させることを狙いとしている。次の段階として、同年12月、今度は持ち株会社整理委員会によって、持ち株会社として指定され、制限会社よりも高度な業務の監視と制限を受けることとなった。持ち株会社の指定によって保有していた関係会社49社の株式は1947年3月と、 同年9月の2度にわたって、持ち株会社整理委員会に来、渡され、日鉄は、日鉄工業、日本特殊交換、日本ピッチコークスなどの関係会社との株式関係が切れた。1947年3月には、経営時に対し GHQ から日鉄を分割せよとの指示が下された。さらに、同年12月かど経済力集中排除法。 周廃法が成立すると同法により日鉄は過度に経済力が集中している企業として指定された。これに対し経営者側は分割すると運営が非効率となるとして反対し GHQ との間で分割中止に向けた折衝を続けた GHQ 側の意思は固く1948年10月に日鉄は日本の鉄工業において 競争を制限しているといった事実により、過度経済力集中に該当すると認定され、解体指令が出された。経営陣はそれでもなお解体回避に向けた折衝を続けたが、12月には GHQ より決定指令が出され、日鉄の解体が決定した。日鉄の解体が決定すると、それに対応する日鉄再建整備計画の審議が開始された。 広畑製鉄所の帰属をめぐる問題などの諸問題があったが解体決定の1年後の1949年昭和24年12月日鉄再建整備計画は認可されそれに沿って第二会社の設立準備が進められたそして1950年昭和25年4月1日この再建計画に沿って八和田製鉄株式会社富士製鉄株式会社 日鉄機株式会社、ハリマ大貨レンガ株式会社の四つの第二会社が設立された。ヤワタ製鉄と富士製鉄は鉄鋼メーカーで、前社がヤワタ製鉄所を、後社がワーニシ、広畑の各製鉄所と富士製鋼所を継承た。日鉄の開運部門は、日鉄機線に、阿コ高高砂の両路在工場は、ハリマ大貨レンガに継承された。 日鉄は第二会社の設立と同時に解散して、生産業務を開始し、生産会社となった。1950年8月には、日鉄法廃止法が成立し、対象を失った日鉄法は廃止された。懸案だった、戦争賠償問題も、サンフランシスコ平和条約発行により、1952年、昭和27年4月に指定が解除された。 生産業務は1957年、昭和32年11月に事実上終了し、日鉄は完全に消滅した。第二会社の八幡製鉄と富士製鉄は、1970年、昭和45年に合併して、巨大鉄鋼メーカー、新日本製鉄株式会社、新日鉄となった。新日鉄は2012年、平成24年には、 住友金属工業を九州合併して新日鉄住金株式会社となったが2019年平成31年4月に日本製鉄株式会社に改めし読み方こそ違えど源流の日鉄の名称を復活させることになる日鉄規制は新和海運に解消の後2010年平成22年に NS ユナイテッド海運に解消 ハリマ大火レンガは、ハリマセラミックに、改消の後2000年、平成12年に日鉄と関係があった、黒崎洋行合併し、黒崎ハリマとなった。この NS ユナイテッド海運、黒崎ハリマや、日鉄時代に、資本関係が切れた、日鉄工業も現在では、新日鉄と、資本関係が復活している。日鉄のメインの事業は、 鉄鉱石や屑鉄から鉱材を作り出す鉄鉱業である。製鉄合同で引き継いだ6工場と日鉄発足後に建設した2工場の計8工場を鉄鉱業の拠点として使用していた。工場の名称と所在地、製鉄合同前の保有者、主な設備、航路、兵路、電気路は以下の通りである。蒸気のうち、 日鉄解体に伴って、八幡製鉄所は、八幡製鉄に、和西、釜石、広畑製鉄所は、富士製鉄に継承され、両者の合併により現在はいずれも、新日鉄の製鉄所である、和西製鉄所は、室蘭製所に解消している。富士製工所は、富士製鉄に継承され、川崎製工所と解消した後、新日鉄に、継承されたが、子会社に移管され、 日鉄建材工業、現、日鉄住金建材川崎製工所となり、2001年、平成13年に閉鎖された。残りの3工場は、日鉄解体以前に消滅している。大阪製鉄所は1945年3月に解体。日鉄解体直前に大鉄工業に譲渡され、同社により再建されて、現在は、大阪製鉄音、鹿島工場である。 朝鮮の県に裏、清津製鉄所は、日本の廃線により創出し、現在では、北朝鮮の製鉄所として創業しているとされる。製品は工場によって異なるが、日鉄は、上鋼、蛍光、洗剤など、や、鋼半、薄鋼半、厚鋼半、帯鋼,帯鋼など、の鋼材や、他の鉄鋼業者に販売するずく鉄、鋼買、洗鉄を成功したもの、鋼変。 公開圧延したものを製品として製造していた。中核の八幡製鉄所は他の工場よりも多種多様な製品を製造でき、機場、ブリキケース鋼板などの特殊な製品は八万でしか製造していない。日鉄の化学工業部門はコークス炉でコークスを貫流する際に出るコールタールなどの副産物を利用して化製品を製造する石炭化学である。コークスは 航路の創業に必要なものなので、それに付属する科学事業は、航路のある6工場で実施されていた。製品は、ベンゼントルエンクレゾールナフタレンピッチクレオソート油、硫酸アンモニウムなどである。日鉄が手掛けた用業は、耐火レンガとセメントの製造である。耐火レンガは、路材として使用するもので、日鉄発足時は、8万、釜石、 県自裏の三製鉄所で製造していた。1944年、昭和19年12月には、子会社の日鉄路材製造を合併指導者が運営していた工を遺憾し、和西製鉄所内に、レンガ工場を、広畑製鉄所に付属する高砂、赤の両レンガ工場を置いた。これらの6つのレンガ工場のうち、高砂、赤のレンガ工場は、日鉄解体に伴って、 ハリマタイかねりに継承されている。セメントは、香路セメントと呼ばれるものを製造していた。香路セメントは、通常のセメントに、香路から出る香菜を混ぜて製造される。八幡製鉄所にロータリー機輪を設置して製造された。日鉄の海運業は、主に自社の原材料や製品を輸送するための、ものであった。日鉄の海運業は、 関営製鉄所が保有していた蒸気船3隻で発足した日中戦争太平洋戦争期には鉄鋼増産の影響で自社船の需要が高まったために1939年から1943年にかけて蒸気船数12を購入1943年から1945年にかけては戦時標準船58隻の割り当てを受け 基本線62席も購入し、大船種の一つとなった。しかし、船局の悪化に伴って1943年には、日鉄で初めて撃沈され船舶が出、以降船舶の喪失が増え続けて終戦時には、帰船28席、そのうち船次標準船は27席で、在来船は1席のみ、基本線42席に減少していた。戦後は1席建造したのみで、 日鉄解体に伴って大型汽船23隻が日鉄汽船に継承された。日鉄の工業は石炭を産出する二瀬炭鉱、福岡県などを官営製鉄所から引き継いで開始された。二瀬炭鉱やその周囲の炭鉱を経営する二瀬工業所が日鉄発足当初から設置された。しかし、これらの鉱山は1939年。 昭和14年5月に日鉄工業に現物出資され日鉄の手を離れた。日鉄工業設立以降は同社が資源開発の中心となったが一部の中国占領地の鉱山は日鉄の直営となった。1939年9月には日本軍が占領したダイヤ鉄山を経営するダイヤ工業所が発足する。 ダイヤ鉄山の他にも中国には日鉄直営の鉱山があったが、1942年、昭和17年7月に日鉄工業に移管している。日鉄によるダイヤ鉄山開発は、選挙区が悪化する1945年、昭和20年2月まで続た。歴代社長は6人。6代目社長の三木は、八幡製鉄の初代社長に就任。 五代目社長の渡辺は二代目、八幡製鉄社長に就任している。歴代会長は二人。会長制は会社設立時からあったが、1940年12月の体制改革で廃止された。社長、会長ではない、主な役員、常務取締役、取締役などを挙げる。日鉄が投資していた関係会社には、鉄工業者や、 その関連製品メーカー、原材料関連の会社、輸送関連の会社などがある。そのうちの主な会社は以下の通りである。いずれも戦後の財閥解体で日鉄解体までに株式を手放している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。